相馬愛蔵昭和29年2月14日は長野県出身の社会事業家、実業家、妻の相馬黒光とともに東京新宿中村屋を創業した。薄井義美の大河小説、安住野に中心的人物として描かれている。原村はサッカー日本代表の相馬祐希、品濃国安住郡白金村の豪農の家に生まれた。 旧制松本中学を3年で退学し、東京専門学校に入学した。在教中に、市ヶ谷の牛込教会に通い始め、キリスト教に入信し、洗礼を受けた。内村勘蔵らの教えを受け、田口浮吉の地偶を得た。明治23年、東京専門学校卒業と同時に、北海道に渡り、札幌農学校で、養蚕学を治めて帰教した。明治24年、 三種製造をはじめ、三種製造論を表し全国の養蚕化に注目された。明治24年、愛蔵は東穂高禁酒会を作り、村の青年たちにキリスト教と禁酒を進めた。明治27年、村に芸儀を置く計画に反対し豊品署に、請願書を提出、廃傷運動も行った。当時、志を同じくする、同齢の友人に、井口紀元治がいた。 井口は、県人城中学松本志向時代、英語教師のエルマー専教師に出会い、キリスト教の感化を受けていた。愛蔵と兄の安兵衛は、この井口を助けて、私塾、県成吉塾の立ち上げに協力した。個人基金募集のため仙台へ出かけ、仙台藩士の娘、清梁と知り合い、明治31年に結婚。彼女は、養蚕や農業に携わったが健康を害し、 療養のため状況を以後東京に住み続けた。明治34年東大赤門前のパン屋、本郷中村屋を買い取り、明治37年にクリームパンを日本で初めて発売した。明治40年に新宿に移転し、明治42年に現在の本店ビルの場所に店を構えた。愛蔵は高級で外国人技師を雇い、次々に新製品を発売した。 中華饅頭、月平、ロシアチョコレート、朝鮮末のミイリカステラ、インド式カリーなどであり、このような異国風の商品で近所に進出した、デパートに対抗した。また食堂や喫茶室などを開設して、店を拡大し、現在の中村や流星の礎を築いた。さらに、店員のマナーやモラル工場のために、県政学院を設立した。愛蔵の商業道徳は、 無意味なお世辞を廃止用意商品を廉価で販売することであった。愛蔵は店の裏にアトリエを作り、小木原六山、中村常、中原定次郎、戸張小岩らの芸術家たちに使わせていた。木下直江などとも交わる。大正4年、右翼の獣人、東山三の依頼により、ここにインドの亡命史知らすビハリボースをかくまった。大正7年、 少女都市子がボ主スと結婚した。こうした縁により、中村屋は日本での初めて、インド式、カレーライスを販売している。黒光プ人は、中村屋で、文芸サロンを主催し、小木原六山のパトロンで、ロシアの孟子人バスイリー・エロシェンコの面倒を見て、木下直井と交友するなど、美貌と再起で知られた。愛憎は、昭和29年85歳で営民。 黒光夫人も翌年80歳でその後を追った。中村屋、店主、相馬愛造氏欧州視察団相馬氏、基調歓迎改編1928、中村屋、店主、相馬愛造氏欧州視察団、P27。ありがとうございます。